はいどうも皆さんこんにちは、ゆきでございます。ということでですね、本日が8月の25日、給料日ですか？ということでね、時間が13時10分というところで動画を撮っていこうかなと思っております。今日の動画がためになって面白かったよかったよという方はぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してください。よろしくお願いいたします。ということでね、今日もね、原曲、ビットコインのチャート分析をやっていこうかなと思っておるんですが、僕のチャンネルではですね、初心者の方に優しいチャンネルっていうのを目指してね、あんまりにもこう、専門用語ばっかりゴロゴロ使って結局何言ってたかわからんかったなーっていう動画ではなく、あ、なるほど、ここはこういう意味やからこうやって言ってはるんやなっていうのがね、わかりやすい動画っていうのをね、頑張って撮影しておりますので、ぜひ初心者の方は引き続きチャンネル登録をしてご覧いただけたら、これ幸いでございますということで、今日も元気よくやっていきましょう。でね、まあ一応ね、まあ今日今現状なんですけど、まあだいぶこう仮想通貨市場全体的にまあ落ち着いたかなっていう感じですね。まあかなり強い、仮想通貨、アルトコインがあったりもしたんですが、昨日の現状とかやとね、まずはネムもそうですし、あとは、コスモス、この I、アトムってやつですね。アルファベットやと ATOM アトム。で、名前はコスモスコインかな。はい。っていうのが結構強かったりとかっていうのがしたんですが、今のところは全体的に、まあまあ、4、5% プラスマイナスみたいな感じかな。で、収まってるところでございますよという感じでございます。はい。で、ただね、ちょっとね、まあ、気になるニュースとは全く別次元の話をします、今から。ただまあ、一応知っといてもいいかなと思ったんで、一応ご紹介しようかなと思ったんですが、僕のツイッターにフォローしてくれてる方は、僕がリツイートしたのを見てくださってたかなと思うんですが、ちなみに僕の、ツイッターが気になる方は、金森ゆうきとね、ひらがなで調べてもらったら出てきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたしますというところですが、昨日ね、ツイッターでね、マナブさんって言ったらね、もうこの仮想通貨 YouTube じゃねえ、間違えた。ビジネス YouTuber 系の先駆者も先駆者ですよ。ブログから始まりね、ビジネス系の YouTuber とな、もされてて、もうかなりのインフルエンサーと言ってもいいでしょう。まあ、三大インフルエンサーって言ったら何かな、池早さん、まこなり社長、で、マナブさんぐらいの感じで言ってもいいんじゃないかなというぐらいの、まあかなり、ビッグネームなんですが、このビジネス系のね、YouTuber であったり、ブロガーであったりとかいうところでは、かなりのビッグネームなんですが、このマナブさんがですね、昨日なんと、ツイートですよ。これは煽りとかじゃないですが、仮想通貨の未来を考えると、どう考えても買うべきだと思うんですよね、と。とはいえ、やるなら余剰資金じゃないとダメですよ、と。あと、基本的には取り出さないという感じ。とりあえず僕は5000万だけ投下して、だけっていうところがすごいですね。普通の人だったら5000万もうやけど、5000万だけ、投下して、これを機に、本格的に勉強しますと。だからこれからま、マナブさんも仮想通貨に対して勉強していきますよっていうのをね、ツイッターでバシッとツイートしたわけですよ。まあ、これに僕はリツイートしたんですけど、マナブさんがこんなん言うんやったら、仮想通貨も未来も明るいんじゃねえみたいなね、楽観視しときます、みたいな感じのツイートしたんですが、まあこういった形でね、かなりやっぱ、注目も集まってきてるんじゃないかなと思います、全体的にね。なので、まあこれから先の仮想通貨の未来は絶対明るいものだと僕も信じてね、こうやって、YouTube の方、配信していますが、皆さんもぜひね、未来は明るい。ね、明るい未来は手の中、やったっけな。夢見て、ぜひ、強く現物は握っといてもらえたらなと思います。はい。ただ、まあ、やっぱ FX でね、特に僕のお勧めしているバイビットさんっていうね、仮想通貨取引所やと、ビットコイン建てっていうのがあるので、そのビットコインを、まあ、枚数を増やしていくっていうのはね、僕の中ではありかなと思ってます。まあ、仮想通貨 FX って言われたりとかもしますけど、はい。なので、まあ、ぜひね、仮想通貨 FX に興味ある方は、僕もね、今日の作戦みたいなのをお伝えしますが、ぜひね、僕の動画の概要欄の、バイビットの口座解説用の、URL から、口座解説してもらって、ビットコインを入庫してもらって、で、ロング、ショートっていうね、ポジションを取りつつ、こう、枚数をどんどん増やしていって、将来のこうね、まあ、老後2000万問題とか3000万問題とか言われましたけど、まあ、老後に備えて、ビットコインを貯蓄していくのも、ありじゃないですか。ということでね、ぜひ興味のある方はやってみてください。はい。動画の概要欄にありますので、動画が、講座の解説用の URL ね。もう本当に、バイビットさんのいいところはね、日本語のサポートもあるっていうのもそうなんですけど、講座解説がめっちゃイージーなんですよ。もうほんまに30秒でできちゃう。なんやったら1分あったら十分誰でもできちゃうぐらいの講座解説の、方法なので、で、講座解説してもらって、で、今、ご自身で持ってる、例えば、ね、日本でいう僕やったら GMO、とかやったり、ビットコインやったりとか、DM ビットコインやったりとか、まあそういうビットコイン、保管しているところから、送金という形でね、ビットコイン入庫してもらって、で、そのビットコインを、ポジション取って、ロング、ショートという形で、まあ、FX してもらって、枚数をどんどん増やしていってもらうみたいなね、形になりますので、ぜひね、やってみていただけたらと思いますよ、ということでございました。
はい。というわけでね、まあ、かなりまあ、こういったね、著名人っていうわけではないんですけど、インフルエンサーさんたちもね、注目し始めているというね、まあ、僕的にはちょっと遅いんじゃねえのっていう話もありますが、はい。まあ、けど、もうね、こういった、どん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 、こう、資金がね、大きいか、著名人がお金を持っている人たちが流入してくれると、どんどんね、こう、金が、やらしい。ね。やだわ。ね、お金が、どんどんこうね、回っていくような形になって、いい感じのね、熟成されるような形になってくるかなと思います。成熟したね、市場になってくるっていうのもありますので、ぜひね、このあたりは、期待して見ていっていただけるといいかなという感じでございますね。はい。で、今現状のね、お話に戻りますが、もうね、ほぼほぼ、円建てとね、ドル建てがね、ほぼほぼ差がなく、同じような形のチャートの形状をしてますので、もうそのまま今日はね、バイビットの、チャートでご説明ご説明していこうかなという感じで思っております。ただちょっと先にね、僕のチーム現状みたいなところね、ご報告させていただけたらと思うんですが、バイビットのね、今世界大会やっておりますよ。世界大会ね。あと、まあ6日間ぐらい。あと約1週間ぐらいで終わっちゃうんですけど、まあ今現状がね、僕チーム損切率、僕のチーム、ユーキーズの、もう名前そのまま、ユーキーズのね、チーム、損切率が 15.64% のプラス。ね。で、現状が、世界でよ。全世界で55位。で、だいたい140チームから150チームぐらいだかなというところなので、まあ3分の1ぐらい、まあ上位と言っていいんじゃないでしょうか。上位チームには、食い込めていると。まあそれのね、先頭を走ってくれてるのが我が、ユーキーズ、アイドルである、スパミちゃんですね。スパミちゃんが今99倍、約 100%。まあ要は自分の資産を約倍にしているような形ですね。で、急にね、台頭してきたザクザクさん。ザクザクさんが約 1.5 倍。はい、50% ぐらいのプラスというところで、まあ、かなり頑張ってくれてますよという感じですね。はい。で、ウォルフビット、狼ビットかな？狼さんが、大体、まあ、約 0.3% のプラスかな？はい。まあ、その後はもうずらずらと大体同じぐらいですよ。まあ、けどね、トップ2が頑張ってくれてるおかげで、今、15%、16% 弱の、プラスで、置いておりますよというところです。まあ、あと6日間ありますのでね、そろそろちょっとね、強気に張っていかんと、まあ、上位に食い込むのは、まあ、今からもう正直難しいのは難しいんですけど、まあ、なかなか難しい部分でありますので、まあね、ちょっとこう、今日の作戦みたいなところをお伝えしていけたらなと思っておりますよ。では、行きましょうか。まあ、ちょっとね、今現状がね、下に抜けそうな感じがしているような現状ではありますので、まあ、昨日のね、ところでいくと、まあ、ほぼ僕の、言ってたところが、まあ、ドンピシャで当たってたんですけど、僕は一旦ね、利確して逃げております、ロングのポジション。昨日のね、動画の時点ではロングのポジション持ってます、とね、言ってたんですが、ロングのポジション逃がしました。これなんでかっていうとですね、ちょっと気になったのが、ずっとね、ちょっとレジスタンスラインやったりサポートラインとか、レジサポ転換結構よくしていたラインである、30から40ぐらいのラインっていうのと、これね、4時間足だと見れるんですけど、よいしょ、アセンディングトライアングルですよってちょっとね、1週間前ぐらいの動画で言ってたと思うんですけど、そのアセンディングトライアングルを形成していた、上限じゃね、下限を、下限の線ですね、下ね、そこねをこう切り上げているライン、安値を切り上げているラインっていうのを引いてたんですが、そこがね、ちょうど交わるラインっていうのがあったんですよ。で、そこでね、ちょっとこう、もみさせるような、動きが、プライスアクションがあったんですよね。で、そこで、怖いなっつってね、いつもの稲川淳二さんがこう、影から出てきてですね、僕の中で、あ、そろそろちょっともしかすると落ちるかもなっていうね、雰囲気が見えたので、一旦ね、もう、ある意味土点ぐらいで、ここの利確ポイント出たら、まあ、100点満点やったでしょう。ね、というところで、利確をすることができましたよと。このラインね、で、利確することができましたよと。で、もうほんまに読み通りに、今、現状、下限の線に、試しに来た。プラスちょっと抜けてしまったような形になってますよね。はい。で、今現状がね、じゃあどう見ていくんですかって話なんですけど、まだね、一応、まあこれ4時間足ですけど、抜け切ったとは、言えないですね。まだこっから戻ってきて、また三角持ち合いないみたいなこともあり得るし、今現状で言うとちょっとこう高値が切り下げ、で、安値を切り上げの状況なので、まあこの黄色い、三角持ち合い、の感じ。まあ、ちょっとこう、アセトラっぽくも見えるんやけど、まあ、若干切り下がってるんで、三角持ち合いかなっていうところの、まあ、間もなく頂点のところに差し掛かってくるようなポイントですね。で、一旦抜けたと見せかけて戻ってくるパターンもあるし、一旦、1時間しないし、30分足ぐらいで、ズドーンと抜けたと見せかけて、一気にヒゲで戻してきて、このまま上に抜けてくる、なんてね、よくあるパターンですね。騙しっていうパターンですね。こういうパターンもありますので、まあ、慌てて動く必要はないのかなっていう感じですけど、そろそろこう、チャンスが訪れそう、大きく、価格が動いてきそうな、
ポイントにも差し当たってきてますので、まあ、このあたりちょっと警戒が必要かなっていうところですね。はい。なので、まあ、一応昨日言ってた、この雲が薄い部分、抜けてくる可能性っていうのはまだあります。なので、例えばですけど、今やとね、ちょうどいい、まあ、逆にちょうどいいかなと思うんですが、短期線に触れている。プラス、上昇トレンドのトレンドライン、ちょっと抜けたぐらい、まあ、要は触れている状況。このあたりで、ロングでポジション取っていくと、まあ、損切りラインをすごい限定できるんですよね。なので、もうこの、ライン抜けたらすぐぐらい、例えば今がね、1671かなっていうところなんですが、例えばですけど、1万、前回の安値のヒゲぐらいで考えといても、まあ、1万、1600。ぐらいで、もう損切りしちゃう、みたいな感じね。そうすると、ま、70ドル幅ぐらいの、損切り幅になるので、そこまでしんどくはないのかなと。で、なおかつ、このままもし上に上がってきて、ロングでポジション取っていた場合は、1万2000まで、ロングのポジション、利確幅取れてくるかなと思いますので、そうなってくると、例えばですけど、今で、ポジション入る。よいしょ。待ってや。ギュッとしようか。この辺でしょ。で、1万2000枚取れるとすると、リワード的に言ったらね、まあ、6か。6はちょっと取れすぎやけど、まあ、6ぐらい、リワード的に取れてくるみたいな感じのね。まあ、結構、こう、リワード的にも、有料な感じで、ポジション取っていくことができますので、まあ、このあたりは、まあ、ありよりのあり、ありよりはべり、今そがりかなという感じですね。なので、このあたりは、ま、ぜひね、チャレンジしてみる方は、やってみてもいいんじゃないかなという感じで思っておりますよというところですね。はい。なので、まあ、今は現状、どっちにも動ける状態、レディーポジションってやつですね、スポーツ的に言うと。もう本当に、よいしょ。右左前後ろどっちでも動けますよっていうね状況を今作っておりますので、まあこのあたりは今逆に言うと自分のシナリオ通りの動きをしたときはエントリーのタイミングに入ってくるんじゃないかなっていうところですね。はい。なのでまあ今のところは僕はもう一回ちょっとロングでトライしてもいいのかなとは思ってますよ。はい。で、一旦こう、1600っていうところで損切りをしておくような形。で、今のところは僕の中ではシナリオを立てて、動いていこうかなっていう感じですね。はい。で、一応ね、ただね、ちょっと怖い部分があって、僕ね、よくね、30分足でエントリーポイント探したりするんですけど、これね、あのね、なんで僕がね、こう、あ、ちょっと下がりそうやなっていうのがね、こう本格的に感じたかっていうと、若干ね、逆三尊作りそうな感じから、まあ、ここがね、逆三尊っぽいっていうのを話したと思うんですけど、そっからね、三角持ち合いの中なんですが、最後の方にね、ここちょっとアップにしようかな。よいしょ。最後の方にね、これね、よいしょ。ここにね、ちょうどね、三尊。要はね、これね、ちょっとちっちゃめやからハンマーバキかな。うん、バキチャートが出てきたわけですよ。ハンマーバキチャート。三尊ってやつですね。左肩、頭作って右肩と、ヘッド&ショルダーって言われたりもしますよね。このチャートパターンが現れたので、お、ちょっと下がってくるんじゃねえかな、みたいなところですね。で、今現状下がってきて。で、もしかすると、ここを起点と考えると、まあ、ネックラインがこのあたりになってくるんですけど、まあ、だいたい11,750とかかな。うん、このあたりまで一旦登っては来るが、そのネックラインで次はレジスタンされて下っていう方向。っていうのも全然あり得るかなと思います。はい。なので今現状はね、もうどっちも、まあ常にどっちもあるんですけど、今は僕の中では 50-50 ぐらい。まあ、けどね、難しいんですよね。上の方がリワード強い、リワードいいんで、ロングでポジション取ってもいいかなと思うんですけど、対局で見ると下っぽいんですよね。なので、まあ下で取ってる方が、難しいね。はい。なので、ちょっと今現状で判断するのは難しいので、まあ、このネックラインに戻ってきたら、このあたりの、プライスアクション、要は値動きを見て、判断したりとか、あとは、この、ネックラインを上抜けてきたラインで、次はロングでポジション取っていったりとかっていうのが、まあ、ちょっとリスク低めに、設定できるようなエントリーポジションになってくるかなと、エントリーポイントになってくるかなと思いますので、このあたりはぜひね、参考にしてもらえたらと思います。うん、確かに、まあ、今、現状でいきなりロングでポジション取って、まあ確かにね、損切り幅は限定できるんですけど、まあ要は、トレンドラインに触れている状況ですので、要は押し目っていうところですよね。押し目のタイミングでロング。なので、まあリスクは限定できるんですが、確かにこのまま下抜けていった場合は、結局ね、結構ね、強めに下見ないといけなくなっちゃうんですよね。例えば11,100であったりとか。よいしょ。これちょっとね、4時間足じゃないと見えなくなっちゃうんで、4時間足で見ますけど。よいしょ。
これね、僕一枚ピンク、青、黄色、赤って4本ライン引いてますけど、このあたりがサポートラインになるかなと思ってる僕のラインですね。発表しておきますと、11100。ここはまあかなり強い、サポートラインになるんじゃないかなと思ってます。前回もここにタッチして、ヒゲで一気に押し戻しての上昇っていうのが見られたポイントですね。なので11100。で、次が、これもね、サポレジ転換よくしていたポイント。18000、ぐらいですね。18000。で、その次が15000。で、最終的に、10000円。10000ドルというところですね。まあ、このあたりが、まあ、サポートラインになるんじゃなかろうかっていうラインにはなるんですが、例えばここから下抜けて一気に下落してくるとすれば、11100、要は、500ドル幅ぐらいの下落がね、見込まれてしまうんですよね。はい。なので、まあ、例えばですけど、そうね、けどショートでポジション取ってくるとなると起点が難しくなるのよね。安値終わったタイミングってなると11300とかかまで待たないと前回安値終わったっていう感じにはならないんですよね。なのでまあ今のところは僕はまあロングでポジション取れるタイミングを探っているって感じですかね。はい。なのでさっきのね、要は僕のシナリオ通りでいくと、4時間足のあの薄い雲の切れ間、光る雲を突き抜け、フライアウェイですよね。をしていくんじゃないかなっていうね、雲の切れ間抜けていくんじゃないかなっていうのを夢見ながら、ロングのポジションの、取るタイミングっていうのを測っている状況。ただ、さっきのね、トレンドラインっていうのを抜けてきたのを、完全に抜け切った場合は、ショートのポジションを取るチャンスにもなってきますので、そのあたりは、目線っていうのを柔軟にね、変更していけたらなと思っておりますので、まあ、このあたりはぜひね、参考にしてもらって、皆さんのね、トレードに役立てていただけたらと思っておりますよという感じでございます。まあかなりちょっと難しいところではありますね。ただまあこうやってね、三角持ち合いっていうのが、まあ煮詰まってくると、どっちかに大きく動くっていうのはもう、これはもう普通のセオリー通りですので、まあこのあたりはね、ぜひそろそろ強く動いてきてもおかしくねえんじゃねえかっていうね、睨みを利かしていくポイントにはなってくるかなと思いますので、ぜひこのあたりは、皆さんの、トレードに参考にしていただけたらなと思っておりますよということでございます。はい、というわけで今日は以上で終わっておきたいと思います。明日ね、ついに明日でございますが、8月の26日の21時からは、ライブ配信、勇気のライブ配信はね、ちょっとね、2ヶ月前ぐらいまで毎週やっていたんですが、ちょっと特別感がないということでね、1ヶ月に1回にさせていただいておりますが、ついに、月1回のライブ配信が間もなく、開催ということで、ぜひね、楽しみにしておいていただいて、仮想通貨関係ない方から、仮想通貨のお話をしたい方から、全然違う、なんか恋愛相談したいみたいな方もね、ぜひ遊びに来ていただいて、みんなでね、ワイワイこう、週中、水曜日なのでね、ね、週末までちょっと遠いわ、みたいなね、ちょっと気が重いところをね、バンと明るく吹っ飛ばしていただけたらなと思っておりますので、ぜひ、遊びに来ていただけたらなと思います。はい、あとね、冒頭にも言いましたが、まあ、ちょっとね、こう、バイビットとかね、仮想通貨 FX っていうのにちょっと興味あるよと、やってみたいなっていう方は、ぜひ僕のね、動画を参考にしつつ、下のね、動画概要欄から、バイビットさんのね、講座を解説してもらって、ビットコインのね、枚数を増やす作業みたいなことをね、していっていただけると、将来のね、何かこう、お助けになるような。まあ、要は、老後2000万問題、3000万問題と言われたね、ラインを解消できるようなね、一つの柱になるかもしれないので、ぜひね、踏み込んでいっていただいてもいいんじゃなかろうかというところでございますので、ぜひね、そのあたりもトライしてみてくださいね、ということでございます。というわけで今日は以上で終わっておきたいと思います。また、明日の動画と、明日のライブ配信でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。もうすでに、僕の LINE アットの友達追加、もしくは、チャンネル登録はお済みでしょうか。僕のね、LINE アットの方では、僕がね、厳選した稼げる情報っていうのをね、随時配信しておりますので、ぜひね、友達追加をして、そちらの情報をね、ゲットしていただけたらなと思います。チャンネル登録がまだの方はね、こちらのチャンネル登録ボタンから、登録してください。あとね、おすすめ動画こちらから見ていただけますので、こちらもぜひご活用ください。ということで、またね、次の動画もしくは、ライブ配信などでお会いできたらなと思います。またお会いいたしましょう。バイバイ。